どうも、下田花尾です。本日のテーマは、服装品の燃え残りはどうしているの というテーマでお話をさせていただきます。はい。あ、なるほどね、と、えー、思いましたね、この質問ね。で、まあ、副品、いわゆる最後のお別れの時にですねあの、いろいろ棺に収めるじゃないですか。えー、まあ、なんかね、そのお酒だったりとか、まあ、お酒も紙コップに入れてとかね、やり方はあるんですけれども、瓶そのまんまだったらね、ちょっと仮装大変なんでできませんが、えー、まあ、そういったいわゆる個人さんがね、好きだったものだったりとか、なんかゆかりのあるものをね、あの一緒に棺に収めるっていう、その服装品。 で、えーまあ、そのまま仮装するわけですから、まあ、当然、衝骨プラス、そういったいろんなものの燃え残りが、まあ、あるじゃないですか、と。ね。で、それって最終どうしてるんですかねっていう、そういう質問でしたね。はい。 でまあ、あのこれ別にそんなにねあの難しい、えー、お話ではなくてまず全周骨のところね全部収めますよっていうところだったらあのもう皆さんねその地域の方皆さん分かると思いますねあチリとかも全部集めて骨壺に収めるでしょう。なのであの一緒に収まってるんですよ。 で多分このご質問される方というのはおそらく部分拾骨、えー、個人さんの、まあ、少しずつねお骨拾ってあげるで結構残るよみたいな。 はいえー、そんな地域の、えー、ところにお住まいの方なんじゃないかなというふうには思いますこの質問を、えー、されてくるということはねでこれ残った遺骨はどうなるのともねこのあのちょっと似てるっちゃ似てるんですけれども例えばその副葬品のね残ったやつだけちょっとこう避けてで衝骨とかなんかそれ以外はこうしてとか。 なんか大変そうでしょうねえー、まあものすごく大変でしょうねそれこそ,その肉体の肺みたいなのもあるわけですからあのもう判別難しいですよねはいっていう風になってくるんで,でそしてその労力も考えてその場合、えー、残った遺骨はどうなるののあのお話と一緒で、まあ、いわゆるその遺骨をですねこうちょっと貯めとくよみたいな袋だったりとか、えー、火葬場に行っていろいろありますけどそういうところにまあ納めるよみたいなだからその時に副葬品のあの燃え残りも,ももちろん一緒です はいあのもう物理的にね、はいあのー、そうせざるを得ないというか、っていうか、まあ副葬品の燃え残り自体も、やっぱりその個人さんのためにというと収めたものなんで、えー、なので、やっぱりその遺骨と同じように扱うとはい、えー、いうのが一応答えになるかなというふうに思っております。だから、あのこの方がね他の質問もしておりましたね、あのバグフィルターね、はいフィルター、あの仮装場ってですね、まあ、今、すごいね、まだあの そこそこ年季の入ったとこだったら別ですけど、もう最近の仮想場、あの、フィルターあります。最年少炉って、最年少ね、あの、煙をもう一回焼くとかいう、そういうのもあったりとか。で、それでさらに上がっていって、その中にもですね、やっぱり粉塵が入ってるわけですよ。で、その粉塵を次、あの、フィルターで、はい、あのー、まあ、ある程度こう、綺麗にしてから排出するみたいな。だから昔の仮想場、本当に昔の仮想場ってなんかね、燃え残りの、なんか、 燃えかすみたいな、なんかひらひらひらとこう煙突からこう降りてくるみたいな。はい。これは昔あったやつです。えー、今はもうほとんどないです。そのフィルターがあるんで、ね。で、じゃあそのフィルターに溜まったやつどうしてるんですかと。はい。それはですね、また別で、あの、他の業者さんに僕のところはなんか任せてましたね。 はいえー、これ仮想場によっていろいろあるかもしれませんが僕のところはそうでした別にしておりました、まあ、そのフィルターってね一応有害物質とか、えー、そういったものをっていうものですから、えー、なのでなんかあの別にしてましたねでもこれはあの全国全部そうかって言ったらそうじゃないかもしれませんはいわかりませんがというような感じです はい、えー、でもね、副葬品の燃え残りっていうのはね、ああ、なるほどなって、質問されて僕もね、あなるほど、なるほどってこうあ、答えようってなんか思いました、本当にありがとうございました。はい、ということで、本日は副葬品の燃え残りってどうしてるんですかという質問にお答えさせていただきました。ではまた。